よし、録画開始した。はい、トキシックです。あるのは、マルチプレイヤー。有料版だと、ゲームをホストできるし、そのホストした、サーバーをブラウジングできる形になってますし、専用のカスタムサーバーを立てることができる形になってます。無料版だと基本的に無料サーバーにしかつなげることはできません。で、ソロプレイ、のうち、ブートキャンプ。こちらは無料版でも楽しめます。まあ、ボット打ちモードですね。マップは乗り物が出てこない。マップだったら遊べるっていう形になってます。で、有料版だと、Steam ワークショップでのマップが遊べるって形になってます。8月が19人だったのがここ数日で1383人まで増えてるね。ああ、まあやっぱ製品版やからってのはあると思うな。ただし、そのうちの何人が日本人かってところを考えると、日本での対戦はほぼ不可能だと考えてください。まあ、日本に一応トキシックのコミュニティあるんだけどね。で、セッティングの、人数を、16人まで追加して、したりとかですね。難易度が、超優しい、優しい、普通、難しい、超難しい、スーパー難しい、ものすごく難しい、これ無理でしょっていう形でたくさん段階があります。スクミズさんが、アデプト結構よく動いてたよって形で言ってた。うん。わらわら。僕は、アベレージでいいです。という形、この辺の、ブートキャンプ、言ったらスカーミッシュモードの設定に関しては、無料版でも、そのままフルで遊べる形になってますから、まあ、結局、最終的に誰も人いなくなるんだから、ボット打ちがどれだけ面白いんかなって形で、ゴッドライク試していただいても結構ですし、まあ、アベレージでガンガン無双して、ヒャハ面白いって感じで遊んでもらっても結構ですし、その辺のボット打ちをやってですね、まずこのゲームが、自分の肌に合うかどうかっていうのを、試してみればいいかなと思います。で、シングルプレイの場合だったら、ストーリー付きの、ちょっとした小話付きの、ステージが、全12名、ある形になります。ちなみに最初のステージは、ゲームのチュートリアルになってますので、そこのチュートリアルを通じてですね、どんなゲームかっていうのを、操作系なり周りで、ちょっと説明をしていきましょう。一応まあ FPS っちゃ FPS なんだけど、どんな感じの FPS かっていう形を、改めて、このチュートリアルステージ、かっこ有料版を通じて紹介します。早速ゲップが出そう。よう、気分悪い。この有料版である、全12面の、シングルプレイの最初の1面は基本的には操作が学べる形になってます。こういう形で横に説明書が書いてるよ。まあ、これは、VR 訓練所だから VR 訓練所だから、適当に学んでってねって形で書いてる。で、シンプルジャンプは、Y、全身を押しながらスペースを置くとジャンプするよって形で書いてる。ジャンプ。死んだ。ジャンプ。死んだ。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。死んだ。という形で、早速ガチでやらされます。わらわら。ちゃんと、自分の足がどこについてるのかっていうのをちゃんと認識しないと飛べないようになってます。これもシンプルジャンプですね。シンプルジャンプ、シンプルジャンプ。あ、死んだ。死んで、こんなのね、いちいちね、その辺は後で説明する。
で、このね、いちいち足元確認しながら飛んでたらね、このゲーム始まんないんだよ。だからもう感覚で飛んでくれっていう感じで、延々とやらされます。じゃあね、これいつもね、フルスクリーンでやってるからなんやけど、今回ちょっと画面ウィンドウモードしてるから、ちょっとね、感覚はいつもちゃうねん。おっしゃ、いけた。次はエレベータージャンプ。エレベーターで上に登ってるときにジャンプすると高く飛べるよって形で書いてる。失敗。こういう感じね。よいしょ。次、武器の練習。ウェポントレーニング。武器を取って、で、マウスのスクロールでこういう形で武器変えれるよって形で書いてる。ここで一通り全部の武器が、見れる形になってます。接近戦武器、普通に普段から持ってるピストルでから、ショットガンでからバーストライフルでからスナイパーライフル、ビームガン、で火炎放射器、でから、ケルベロス、ロケット弾、ボディショット一発で殺せるっていう素敵武器。で最後に、ビッグマグナム。あの武器はあれぐらいでかい爆発してですね、その周りにいる敵を絶対殺すっていうような感じの、武器になってます。レデイミアだこれ。じゃあ次、ダブルジャンプ、ジャンプ上昇中にもう一回ジャンプを押すと、高くジャンプできますよって形で書いてある。ダブルジャンプ、ダブルジャンプだけ、基本的にジャンプはダブルジャンプです。ダブルジャンプ、ダブルジャンプ、大変申し訳ない。普通のジャンプで飛び越えられないところでもダブルジャンプだと飛び越えられるようになるよって形で書いてる。次、ビーグルのトレーニングするか、もっと難しいジャンプをトレーニングするかって形で書いてる。で、もっと難しい方のトレーニングは全然クリアできないんですけど、とりあえず行ってみましょう。まあ、基本操作は覚えなくちゃいけないからね。次、ドッジジャンプ。ドッジジャンプは、シフトとダブルを押すと、キンターズ13で言うところ、キンターズで言うと、ショージャンプができる形になってます。で、そのショージャンプ中にもう一回ジャンプボタンを押すと、このショージャンプの距離がね、スピードが出て長いんよ。普通に二段ジャンプするよりも、このドッジジャンプした方が、長く飛べる形になってんだよね。でさらにそのドッジジャンプ中の上昇中にジャンプボタンを押すと、言うたらより高く長く飛べるって形になってます。これだったら2段ジャンプだと飛び越えられる ところでも、ドッジジャンプすると飛び越えれるようになるって形になってます。タイミングはね、ドッジするとね、フンって音するからね、でそのフンに合わせてね、もう一回スペースを押すと、フンフンって言ってくれる。それが目安ですね。次、ドッジジャンプ中。ダメージ食らう床があるから、ドッジジャンプで、行かないと死んじゃうよってステージ。で、次、壁ジャンプ。ここを頑張って越えたいんですけど、無理でした。壁ジャンプは、ジャンプ中に、壁方向と逆方向をしながらドッジボタン、シフトボタンを押すと壁キックできるっていうジャンプね。こんな感じ。多分それを生かして飛ぶらしいんだけど、成功した試しが一回もないのよ。ドッジジャンプしてから壁ジャンプすればいいのかっていうのよくわかんないからね、これ本当に。で、これで、できるんかなと思ったら全然できなくてさ、
ね、これで1時間ぐらい頑張ったんですけど、結局ダメでした。まあ、宇宙忍者の場合だったら壁走りしてくれるんだけど、この場合は、ゲームの場合は壁をキックするって形なんだから、ちょっと難しいんだよね。で、これが、ドッジジャンプ中に、の壁キックできるのかっても全く分かんなくて。2段ジャンプからのキックじゃない？ああ、やっぱそうなんかな。2段ジャンプキックなんかな。2段ジャンプキックだったら、足りないっすね。多分ね、わかんない、あれ。わかんないからこっち行く。で、次、乗り物。乗り物は、この、アベンジャーっていう接近戦の武器の、右ボタンを押すと、修理できるんだって。で、修理すると開くから、E ボタンを押すと乗れる。前進。ジャンプボタンを押すと上に上がるよ。フプス恒例の謎バーナーで、クラウチボタンを押すと下がるよ。で、E ボタンに着地。で、最後はスロープジャンプ。スロープに向かってスロープに向かってドッジダッシュして、壁にぶつかった瞬間ジャンプする。こういう感じかな。これでクリア。っていう感じで、シングルプレイだと、この辺の基本操作が、ある程度、有料版だと基本操作が学べる、トレーニングステージから、始まって実際に、ボットと対戦する、ステージの、全12面構成で、まあ、それなりに適当にバックグラウンドなり、なんか、クライアントがいるっていう話で、ストーリーが展開していくっていう風な形になってます。っていった、形で、有料版。キーボードの操作がきついときはゲームパッドで移動系、エイムをマウスでやるとやめたりするよ。G13 ゲームパッドを持ってるんですけど、今回ちょっとこのゲーム割と気に入ってるんで、まあなんとか、オートマトンちゃんでいいように紹介したいなと思って、高ゲーマーも結局リリースされたなりですね、スポーツ系 FPS ダークみたいな話しかしなくて、無料版と有料版がどう違うのかって話とか全然何も触れてなかったから、そういうところに触れていって、まあ僕みたいに、まあこれから始めるアリーナシューターってわけじゃないんだけど、まあトキシックってゲーム、まあ言うほど、ネギタクで何も紹介しないほどひどいっていうゲームじゃないよっていうのを、紹介してあげたらいいなって形で考えてる。では実際に、ゲームの方をプレイしていきましょう。多分この一戦で多分タイムアウトですね。僕のもう気分の悪さが結構今中ぐらいまで来てるんで。ダブルタップ3つ方法あるから、それ一緒に使えば多少不器用でもできる。そうです。この移動方向ダブルタップの説明するの忘れてましたね。確かにダブルタップでもどっちができるから、どっちか慣れてる方でプレイすればいいよって形ですね。これはなんだ、チームに分かれるか。と心に滅まず滑りやすいのでつまずきに注意。なるほど。4カメは昔みたいにマイナーゲーのプレイレポ書いてくれんかな。で、アリーナシューターがどんなゲームかっていうと、簡単に言うと、ぐるぐるマップ回って、マップ中に湧いてくる ポップする強い武器を集めて、でその強い武器を手に入れてから相手を殺しに行くっていうゲーム。逆に言うと、こういう強い武器が手に入るまでは、相手と戦っちゃダメなんよ、このゲーム。で、リスポーンしたばっかりは、マップを覚えるとこから始まるもんね。そうそう、言ったら、リスポーンした時って拳銃しか持ってなくて弱いんよ、すごい。
それゲームのしすぎでしょ。体力減ってるから体力回復したいんけどな。ただもうハンドガンで枯れるけど、ハンアンリアルで変な外人に絡まれてからこの手のゲームのマルチはちょっと怖い。ごめん、トキシック動作終了しました。ごめん、落ちた。本日のトキシックは終了しました。あのね、あれ製品版、はい、複数最大値上げすぎるとよく落ちるよね。あ、そうなんや。一応 V シンク切ってて、マックスも60に止めてるんやけんな。まあ、とにかく割と落ちる。本当にこれ、製品版かな？トキシック。捕まされたか？いや、これから良くなってくんですよ。ちょっとさっき、まあ、この形で有料版だと、全12ステージ楽しめますよっていうのもあるんだけど、別に無料版でも、ブートキャンプで、マップ、ある程度選べる形になってるので、とりあえずサバイバルじゃなくて、全員殺す形式にして、で、マップを、デックでいっか。だから、8人で、何度どいや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 、何言ってんすか。ギャラクティックシビライゼーションすら素晴らしいゲームですよ。超素晴ら。で、まあ、簡単、まあ、ちょっと今、配信見てる方ではですね、FPS、てかスポーツシューター、まあ、アリーナシューターやってる方々がいるみたいなんで、ちょっと僕が言ってることが正直合わないところあると思うんですけど、基本的にはリスポーンしたばっかりだとハンドガン弱いです。ボディショット何発も当てないと死なないです。なんでとにかく強い武器を探してください。強い武器は見つかるまで戦わない方がいいです。で、簡単に言うと自分の方が強い時だけ相手を倒せばいいっていう感じのゲームなんよね。弱い時はひたすら逃げ回る、勝てる時は勝って勝てない時は逃げるっていうゲーム。やったー、ケルベロ、ケルベロゲットぜ。死ねー。ケルベロスはね、ボディショット一発で死ぬのよ。で、移動中は常に二段ジャンプして適当に逃げ回ってください。スナイパーライフゲットぜ。デスマッチ、あ、死んだ。弱い弱い。とにかく武器が弱いときは逃げる。で、勝てる武器を取ったら襲う。っていう形でやってると、簡単に言うと、いつどこに強い武器が出るかっていうのを覚えておけば、それをずっと取り続ければ、自分が強いアイテムを独占したっていう状態なんだよね。あ、ごめん、死んだ。バックに巻き込まれた。武器の威力がでかすぎた。なんで、まずやることは、この強い武器がどこにあるかっていうのを、とにかく移動しまくって、常に Y を落ち続けて、強い武器とにかく取りまくる。よし、ケルベロ取った。
あ、まだ水入っとった。これ水に入るダメージ食らいます。マップの出来はどう？マップの出来分からへん、そんな言われても。アンリアル、マップおもろいで、鳥おもろいっていうかね、何が正しいかとか分からへん、何がどうアンリアルトーナメント4と違う、あの2004と違うか分からへんから、とりあえずこのケルベロスっていうあのバズーカが死ぬほど強いんで、これだとボディショット死ぬから、相手の足元あったら吹っ飛ぶし、とりあえずこの武器を使ってが、とりあえずこの武器を取るとこからスタート。フラグムービーだったらね、あそこからね、あのなんか弾ボンだって殺すことできたんだけどね、このゲームフラグムービーじゃないんでね。ジャンプパック取ったんやけど、上がれへん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 、あれー、狙撃された。せっかくアホみたいに爆発する武器取ったのに。あれ、誰か誰か使った、怖っ。こういうゲームって場所にならざるを得ないから、ある程度まで行くと壁にぶつかるんだよね。おじいちゃん弾当たってへにゃん。ごめんごめん、俺の方が武器強い。よし、まあ相手が弱いのもあるけど、ピストルが硬い。復活したばっかりかな。あ、ちなみにステルスがあんねんよ、一定時間やけど、ボタン使うの分からへん、難しいから。何割ってんのお前。執着武器が少ない当たり、やはりありんな。あー死んだ、ファルコン誰か狙撃されたみたい。ネットでほんまもんのじいちゃんがフプス攻略しとったな。わしもまだまだ若っ。当たってない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 。よしよし、おったやろそこ。まあ、簡単に武器が強いと無双できるってゲームですよ。だからとにかく強い武器をとにかくたくさん取り付けなくちゃいけないって感じかな。まあまあ難易度が一応アベレージだったら僕でも一応1位は取れますよ。こっから上のランクに上げたら無理ですけど。とまあこの間ぐらいで、別にその変態軌道をぴょんぴょんして、あの相手の弾を避け続けながらずっと怠慢であの銃を撃ち合うっていうゲームじゃなくて、延々と走り回って、とにかく強い武器をたくさん集めて、強い武器をたくさん集めて、で相手に強い武器を取られないようにして、その物量差なり、で、やっつけるっていうのが、アリーナ FPS になってます。チェンジアブレードでいうところの前衛が、
は、1500円で、ただいま 20% オフで1100円で買えます。で、ちなみに、この1100円が、酔い止めの薬の定価より安いです。もう酔った。無理無理無理。ああ、面白かった。ああ、今日のトキシック終わり。もう2回プレイしたからもう終わり。もう二度とせんへん。ああ、気分悪い。気分。と、まあ、この間具合で、なんていうか、延々と、なんか変態起動しながら、打ち合う、狭いところで打ち合うっていうのはイメージなりですね。あの、ぴょんぴょんと、あの、壁キックしまくって、変態起動しまくるっていうようなイメージが、強いゲームでしたが、実際に、実際にアリーナシューターっていう形で言われるゲームをやってみると、あ、なんだ、簡単に言えばこのゲームマリオカートなんだってわかりました。あの、緑亀が出てくる、ハテナボックスがたくさんあるマリオカート。で、常に緑亀を取りまくって、緑亀を相手の背中からぶつけるっていうのが、このアリーナシューターになってます。これは、簡単に言えば、初期状態だと、言った拳銃で、まあ、ボディショット一発で、なりですね。足元を吹っ飛ばされたら、爆風でどっか吹っ飛んじゃって、でその後次の追加の追撃で死んじゃうっていうふうな、そういう、ロケランに勝てるわけがないんですよ。っていうところから考えると、あの、ロケランを常に取り続けるゲーム。まあ、ロケランじゃなくても、もっと、まあ、ロケランに変わる程度に強い武器を取り続けるゲームって形なんよね。じゃあ、その、ロケランなりが、マップ順にポンポン湧いてくるから、ロケランが湧いてくるところを覚えて、定期的にそこに行けばロケランが手に入るって形なんよね。これは、あの、全員平等で、ロケランを取ってから次何秒後にロケランが、再ポップするっていうのが決まってるわけなんよ。なんで、プレイヤーは、どこにロケランがあるかっていうのを覚えて、まあ、マップ中にたくさんあるんですけどね。で、そう言ったら、たくさんあるロケランを常に回り続けて、ロケランを独占すれば勝てるっていう形になってる。ので、マリオカートみたいにですね、自分の周回ルートを作ってですね、まあ、周回ルートっていうか自然に出来上がるんですよ。強い武器を追い求めていくと。あ、ここロケランあるから次あのロケラン取りに行こう、あのロケラン取りに行こう、次ここに、ボディアーマーあるから取りに行こう、ボディアーマー取りに行こうって形で繰り返していくと、言ったら巡回ルートがぐるぐるとできるわけで。で、その巡回ルートを回りながら、相手の、背中が見つかったら、あの背中から撃ち殺す。で、正面にぶつかって自分のヘルスの方が低かったら逃げるっていう鬼ごっこが始まったりする。でさらに巡回ルートを回っていくと、もうちょっと立体的な、ドッジジャンプなりですね、ダブルジャンプなりですね、壁キックを使えばもうちょっと立体的な動きができるようになる。そうすると、球を避けるんじゃなくて、あの、コースのショートカットができる。お散歩ルート被ってると地獄やな。まあまあ、それは実際あるけど。その、お散歩ルートのショートカットをすることによって、今、その、一番強いルート回ってるやつの先に回って、アイテムを取るなりですね、待ち伏せするってことができるようになる。ので、基本的にアリーナシューターの変態起動っていうのは、その、レースゲームでショートカットするようなものであって、ショートカットしたことによって先に緑亀を手に入れるって、待ち伏せすることができるっていう作りになってんのよね。なんで、実際に打ち合うシーンっていうと、エイミングがどうこうも確かにあるし、まあ、僕おじいちゃんだから全然弾が当たらなかったって形でさっき煽られた通りなんだけど、まあ、それでもロケランっていう強い武器持てばもうバンバン無双できるわけでそういった武器の強さと自分のヘルスがいくつ残ってるかっていう部分の駆け引きになってくる形になってます。で、ボタンを押すと一応ステルスモードで、一定時間その姿を消せるっていうモードに関しては、その待ち伏せした時に使うって形ですね。あの、次にこのアイテムがポップするからっていうところで、待ち伏せしておいて、そこに、きっと、お散歩でやってきた敵を狙うなりですね、背後から襲う時に使うっていう形になってます。あとは逃げる時ですね。とにかく、拳銃じゃ勝てないんで、あの、拳銃の時は逃げ回るっていう鬼ごっこが始まって、いざ強い武器持ったら、強い武器を持って、レースゲームが始まるっていう。だから、マリオカートっていう点で言ったら、あ、なるほど、スポーツ系 FPS のスポーツってモータースポーツなんだってのがよくわかりました。となると、最初に、まあ、
基本操作と、基本の行動、まあ、動作とエイミングの、まあ、まあ、武器の当てやすい距離とかね、そういうのを掴んだ後は、変態軌道の練習をするんじゃなくて、とりあえずマップぐるぐる回ってって、どこにロケランが落ちてるかっていうのを把握する。で、ロケランの場所を覚えたら次は、アーマーが落ちる場所を見つけるっていう形で、もうちょっと突き詰めて言うと、アーマー取ったら何秒後に出てくるっていうのを覚えとく。っていう形で、回数繰り返していけば、どこに強い武器が落ちてるかなりわかるわけで、で、もうちょっとそこから先に進むと、武器が、なりアーマーが何秒後にポップするか、スタートして何秒後にポップするかっていうのは、スクミンさんわかるらしい。先ほど紹介したなんかベースマップ、なんか基地みたいなマップが、アンリアルトーナメントのマップに近いらしくて、んで、ここにアーマーが落ちるんだよっていう風に、スタートして何秒後にここにアーマーが落ちるんだよって言った場所に本当にアーマー出てきて、あ、すごいこの人2004年からこの手のタイプのゲームやってて、もうマップ全部覚えてるんやと思ってゾッとしました。っていう形で、意外とその、鬼ごっことレースゲームなんだっていうのを分かってしまえば、そんなに、なんていうか、キーボードで、パタパタと変態移動しなくても、遊べるっていう点で、すごくカジュアルなゲームだなっていうふうに、思わされたところでございます。そうですね。一応、このゲームの、キャッチコピーとしては、ノーブルシットがあって、その中に、まあ、ノークラスなり、ノーモバなり、いろいろ、言ったら、現代の FPS の進化の逆卓を取ってるっていうような形の大文句がいろいろ上がってますが、ここ最近のやっぱそのクラスベースのシューティングなり、モバタイプのシューティングなんかで言うと、それぞれ、ロール、どういう風な役割しなくちゃいけないかってのを覚えるのはすごく大変だし、特にオーバーウォッチみたいな、クラン戦をモチーフとした人数制限だと、6人っていうモデルで、アタッカーとディフェンダーが何人で、で、サポートが何人ずついるか、ヒーラーが何人いるかっていうのを状況ごとに変えていって、相手のチーム編成にカウンターを打つっていうゲームの場合だったら、FPS 部分の覚える部分がすごく多くなるのよね。で、それらに関して、覚えてないプレイヤーには、やっぱ、下打ちとかしたりするっていう、まあ、ちょっとマナーの悪いっていうか、どうせ同じようなランクの人間と当たってるんだから、お前もそんな大して腕前変わらないの、何偉そうに話してんだよっていう風な、何偉そうにぶってんだよっていう風に、突っ込みたくなるようなツイートを吐いてる人も何人もいますけど。まあ、モバスタイルだから、まあ、仕方ないよねって言われたらまだそうなんだけど、まあ、ガンダム動物園と大して変わりませんからねって言われたら、まあ、確かにそうなんだけど、そういった、煩わしさがないっていう点で、今、アリーナ FPS っていうのはもしかしたら、じゃなくて、昔ながらのアーケードライクの良さってあるよね。そう。今の、この、アリーナシューターっていうのは、本当に、究極のカジュアルに近づいてんだよね。配信を開始しました。結局このトキシックなんかで言えば、まあイモスナしても別に蹴られるわけでもないですし、まあイモスナして蹴られるとかさ、とりあえずメディック使ってるのにチェーンソー振り回ししてたらなんか悪評送られたりとかさ、なんかユーバーかけなかったらなんか悪評送られたりとかさ、あとなんかラインハルト使っててなんか味方のリーパーから文句言われたりとかさ、なんかゼニアッタ使ってるだけで下打ちされたりとかさ、なんかメイいるのになんでそのキャラ使うんだよみたいな感じのなんか罵声浴びせられたりとかさ、そういう人付き合いで煩わしさって全くないのにね、究極の個人のゲーム、結果は、まあ、確かに勝敗の結果はまあ、勝敗はまあ悪夢の結果であって、その過程においては、何やっても自由っていう点で、いう点に置けば、今、アリーナ FPS こそが究極のカジュアルだというふうに気づかされました。一人で自分なりに楽しんでて全然構わないっていうゲーム。今だと、やっぱ20分なり40分なり、やっぱチームプレイやってる人たちと、ゲームの体験の共有を、強制させられるっていうのが、でそこに関して、まあ、リリースした当時からやってて、最前線突っ走ってるんですっていうんだったら全然構わないんだけど、
後で参加するとなったらすげえ敷居が高くなるんだよね。まあ確かにランクマッチすれば同じような腕前にしか合わないから大丈夫だよっていうふうに言われても、それでもやっぱ人々の心の奥底にある邪悪なものがまるで上っ面と中にある内臓をひっくり返したかのように露見するツイッターとかで、まあ SNS とかで散々表に出てるわけで、他のプレイヤーがそういう風に思ってるんだっていうゲームを今からやりたいっていう風に思わない、そんなにめんどくさいゲームやりたいとは思わないっていう点で考えると、今このアリーナ FPS っていうのは本当に自分なりに好きに遊んでいい。まあ、ただ単純にずっと前進ボタンを押して、走りまくりながらロケラン拾って、で、ロケランバンバン打って遊ぶだけっていう、すごくカジュアルだと思う。だから今から FPS 遊ぶんだったら、いつ遊んでも楽しい FPS って言われると、まさにこのアリーナ、まあ、っていう風に、感じました。確かにそう言われると、アリーナ FPS、アリーナシューターっていつ遊んでも面白いって言われるのは、このカジュアルさ、究極の個人責任を追求した結果、いつ遊んでも面白いんだなって思いました。まあ、もちろん日本でのプレイヤーが何人いるか分かりませんし、日本で、対人戦できるかどうか分かりませんけど、まあ、ボット打ってるだけでも十分面白いんで。まあ、逆に言うと今の現代 FPS っていうと、もうブームが過ぎ去ってしまうと二度と楽しめないって面白さはある。うん。ボット打ちが面白くないからね。のボット打ちよりもはるかに面白みを求めて、言ったらボット打ちとは違ってはるかに違うレベルの面白さを追求した結果が、まあ、ロードアウトだったり、カバードだったり、まあ、フリートゥープレイ、まあ、マイクロトランザクション、言ったらその、ペイトゥウィンだったり、まあ、ライフのリジェネレーションだったり、まあ、モバ要素だったり、まあ、クラス性だったり、まあ、アイアンサイトだったり、まあ、リロード性だったり、まあ、ダムステップ BGM で、フラグムービーが作られるような、雰囲気のゲームだったりするんだけど、現代 FPS が進化したことによって、そういったロードアウトなりカバーなりペイトゥウィンなり得た代わりに、カジュアルさをどんどん失っていってがんじがらめになってるっていうのを、このトキシックをプレイすることで感じました。といってもこれが、まあ、より手軽に遊べる FPS ですかね。今 FPS やるんだったらもうなんか人生を捧げなくちゃダメなんだよみたいな形で、なんかワンダーランドウォーズたりですね、なんか、300ヒーローズなりですね、スマイトなりやってる、ちょっとモバ系の方々は、もうちょっと人生ごとかけて、なんかモバやってるっていう風な、スタイルなんで、オーバーウォッチでもやっぱそれを同様に求めてしまうっていう部分はある。まあ、MMO にしてもそうですね。うん。まあ、オンラインプレイが、やっぱどうしてもそういう人生かけてプレイしろっていう風な方向に行き着きがちなところなんだけど、アリーナ FPS は、まあ、登場時から、そしてまあ、完成した、クエイク3なり、アンリアルトーナメント2004から全く変わらず、カジュアルのままであり続けた。他のゲームがどんどんカジュアルじゃなくなったからこそ、相対的に今、究極のカジュアルに近づいたっていう形なのかな。っていうのがトキシックになってますので、今の FPS にですね、なんかいろいろとちょっとめんどくさい要素を感じて、億劫になってる。例えばキャンペーンモードが何時間あるのかなとかですね、まあ、マッチングした時になんかどうこう、なんかボイスチャット使わないとダメだとか、ボイスチャット使ってたら2ちゃんでなんかボイスチャット相手使ってるぜって笑われたりするとかさ、そういう人付き合いとかなんか、言った要素とかも全部取っ払って、もうただ単純にロケランを拾ってロケランぶっ放すっていうゲームっていう、そうです。ただ単純に、このゲームスタートする前から紹介しました、FPS というのが媒体
を FPS を媒体として、表現したいものを作るという現代の FPS の流れではなくてですね、 FPS そのものをゲーム化を追求して作ったのがアリーナ FPS、 そしてその最新作であるトキシックは、発売日ですね、9月9日に、無料版をリリースした形になってます。で、無料版では製品版とは、若干違いますけど、基本的にソロプレイで、ブートキャンプでボットを打ちする分には、全く支障なく遊べる形になってますし、製品版を払うと、まあ、チュートリアルみたいな形で順番にゲームが覚えられるっていうところがあるし、じゃあ若干ストーリーなり読めるよっていう部分もあるけど、まあ、無料版でも全然、このアリーナ FPS、緑の壁を掘って緑の壁を、敵にぶつけるというだけの、緑の亀を取って緑の亀をぶつけるゲームの、マリオカートという点で、スポーツ、モータースポーツ的な FPS、アリーナシューターの、魅力は十分楽しめるかと思いますので、今回の配信をご覧になられてですね、気に入った方はですね、ぜひとも無料版を試してみて、で、無料版試してみて、アンリアルトーナメント2004じゃねえわ、ペって形で捨てる人だったら別にいいですし、まあ、そんな関係なく、アリーナ FPS って面白いな、アリーナシューターって面白いなって思った方は、無料版で遊んでもいいですし、まあ、製品版を払ってですね、まあ、ソロモードだけでもクリアしよっかなっていう感じで、やってもらっても結構です。ただいまお値段は、15ドルで、ローンチセールで 20% オフになってますので、お安く買える形になってます。酔い止めの薬より安いんで、このゲームを長時間プレイするのに欠かせない酔い止めの薬より安いんで、ぜひとも、気に入ったら、製品版で、有料版で、プレイしてみてくださいな。よろしくお願いします。それでは本日は、トキシックという、アリーナシューターを紹介させていただきました。あ、最後にね、有料版だとね、スキンとかいろいろ変えれるからね、頑張ってね、スキンとか、レベルを上げるとどんどんスキンがアンロックされるんじゃよ。こういう具合でね。色とかは最初から変えるんだったかな。あと、テクスチャーのメインカラーとか、あと、グローの色とか、あとは、テクスチャーパターンは、もともと変えれるんだけど、この形とかは、ランキング、そのプレイランクに応じてアンロックできるって形になってる。こういう具合で。僕はまだ始めたばかりでペーペーなんで、この、やつしかありませんけど。まあ、いろいろ手に入れていったら、後でちょっとずついじっていこうかなと思います。で、まあ、しばらくは、そうですね、1日2回ぐらいだったら僕酔わずにプレイできるので、まあ、ちまちまだ遊んでいこうと思ってます。結構気に入ってます。ので、まずは無料版でお試しください。いきなり製品版買って、アンリアルトーナメント2004のクローンじゃねえじゃねえかボケっていう風に言われても、そんな自己責任やろお前っていう風にしか返せませんので、ご注意ください。それでは本日はこちらの、トキシックってゲームを紹介させていただきました。まあ、要点はアリーナ FPS っていうのは緑の亀を取って緑の亀をぶつけるマリオカートだって思えば気軽にプレイできるよって話ですね。以上です。